今回は場合によってはということで一般的にはパソナという有名なテンプレートありますよねランディングページとかを使っていく際に人気のテンプレートパソナとかあると思うんですけどあそこで言うと NA のナローダウンということの役割にこちら近いかなと思います要はね何をするかっていうとこちらのマイナスも伝えましょうねということです提供側ができないこととできることはしっかり言ってこういう方は来ないでくださいねとあらかじめ言っておくことで後のね サポートも増えませんし、クレームの発生っていうのも防ぎますし、ちゃんとこれはね、できもないけど、これはできるということで、信頼もアップできるので、先にこうね、言っておきましょうということです。で、こちらのテンプレートを見ていきます。自信を持ってお勧めする商品サービスですが、一つだけお伝えしておかなければいけないことがあります。ということで、こちらから入ってくるわけですね。あなたがもし、眉唾123ですね。何々するならということで、こちら後ほど解説します。眉唾物っていうのはよくね、偽物とかね、 という表現しますけどもそういったものを並べます。でというようなことながお望みでしたらこの商品サービスは検討違いです。上記の方はこの商品サービスではご対応が難しいと思いますので他にご依頼ください。でももしお望みが知人やしこちらも後で解説します。でよろしければこの商品サービスはきっと気に入っていただけますよという表現をします。要はこういうことできないけど でも、お望みがこれであれば、期待に応えられますよということで、できないことをあらかじめ言うことで、よりね、こう誠実さをアピールするということです。まあこんなイメージですね。場合によってはご参加いただけないことがあります。ね、ランニングページの内容をね、ご紹介させていただきましたということで、眉唾と地に足っていうのを紹介していくわけですね。で、眉唾と地に足って何だいってことですよね。役割としては、眉唾というのは、競合との差別化を行うための役割です。 まあ競合ってこういうこともしかしてるかもしれませんよね。そういうことをお望みでしたら、他行ってください。差別化をしっかり行える。そして、地に足を言うことで、商品サービスの独自化を図れる。こういった役割があります。じゃあ、眉唾って何なのって話ですね。例えば、コンサルタントさんの場合、例えばこういうこと聞きませんかね。1ヶ月で売上を2倍にしてほしいとかね。整体師さんとかの場合だと、1回来ただけで腰痛が治るとか。 サロンの場合は、お試しプランだけでシミが取れる。などと、まあ、すごい、一見すごい楽だよね、と思ってもらえるようなもの。虫が良すぎる話ですよね、要はね。あとはね、1ヶ月で1000万稼ごうとか、そういう話ですよ。でこの辺の場合、どういうふうに表現したかというと、豪華なデザインが施された情報起業家のようなランニングページとか、コピーライティングは他人の商品を売ってあげられるようながっつりとしたもの。こういうことをお望みであれば、お書いてくださいね、というわけです。 あらかじめできないことは言っておく。そうすることでクレームの発生も防げるということになります。じゃあ、地に足はあってね、これもね、これ、逆の表現ですが、成果出るのには時間かかるけど、その後着実に売り上げが上がる。生態さんの場合は、症状に向き合って根本の原因を発掘したい。方とかね、サロンの場合は、継続的に買う必要あるけど、きれいにシミが確実に取れますよと。で、私たちは、実業向けのランディングページ。 あくまでも本業を加速するためのコピーライティング。派手ではないけど、地に足のついたウェブ制作スキル。こういうものを反対にお望みでしたら、うちはぴったりですよ。っていうふうに、こうはできないけど、これだったらできますよということで、こちらでも、ね、誠実っていうのをアピールできますし、信頼感がぐっと言わないこと、できないことをあらかじめ言って、これならできますよという,う、ね、表現をすることで、信頼が上がりますので、眉唾と地に足を意識して、場合によっては、 こういう方はご遠慮ください。という、こちらのパートを作ってみてください。